作業興奮というお話です。興味や好奇心が湧かない作業に取り掛かるのは誰にとっても辛いことだ。このような状態の時にはやる気ホルモンが分泌されていないので、さっさと終わらせればいいと頭では分かっていても体が思うように動かないのも事実だ。しかし、どんなに面白くない作業であっても、その作業を継続していくうちに、徐々にやる気と集中力が湧いてくる。こうした現象を、心理学者のクレペリンは作業興奮と名付けた。何らかの行動を起こすことで、即座角が刺激を受ける。すると、やる気ホルモンが分泌されやすくなるという構図だ。こんな経験はないだろうか。なんとなく机の上を整理しているうちに、いつの間にか興に乗り、引き出し、机周りなど一通り整理整頓してしまった。知らぬ間に興に乗って集中していく。面白くない作業に面白さが見えてくる。これが作業興奮である。したがって、とにかく取り掛かり、作業を一定時間継続することが重要。なんか集中できないな、やめたいなと思っても、すぐに休んだり、他のことに手をつけてはいけない。どうしても作業を継続できない人は、45分、あるいは50分と時間を定めて、その時間内には他の作業をしないようにする。初めから無理をして、何時間も作業を継続しようとすると、かえってうまくいかない。一定時間集中する習慣が身についたならば、60分、90分と少しずつ継続する時間を伸ばしていく。超一流アスリートが実践している、本番で結果を出す技術。児玉光男著、文教社より。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと、今後の励みになります。